はい、ゆめです。こんにちは、どうもどうも。今日はですね、ランドのスイートハート観戦に来てます。こちらはですね、ベリミニのスーベニアがですね3つも揃うという非常に合理的でコスパのいい、はい、店舗ですので、はい、ちょっとこちらでですね、スーベニア一気に3つちょっと揃えたいと思います。じゃあ買ってきます。はい、まずはこちらのねセットの乱視ケース付きですね。まずこれを購入したいと思います。そしてこのラズベリームースね。はい、このカップ欲しいんだよね、これ。そしてこのプレート欲しいんだよね。はい、このマスケーキと、いやこれは辛い、似たようなメニューだけど、はい、頑張ります。はい、買ってきましたよ。まずこのランチケースね、ランチケースはこの、はい、サンドイッチで買うことができます。はい、そしてこちらのマグカップね、マグカップはこちらデザート、これもセット販売ですね。はい、でこちらのプレート、このプレートもね、このスイーツ買うとレジでもらうことができます。レジでもらえます。やったー、全買全買。はい、3つコンプしました。見てください、マグとお皿ね。マグは実写グッズの方ではやっぱ紹介したんだけど、実写グッズの方はめちゃくちゃ大きいんだよね。なんかお風呂入る時のひしゃくみたいなの大きいんだよあれ。はい、こっちはすごいね使いやすい大きさで、このメインビジュアルの4人が入ってめちゃくちゃ可愛いです。はい、大きさもちょうどいいね、ぴったりです。でさっき紹介したお皿ね、あとはねランチケース、これ開けようか、ちょっと待ってね、開けます。あ、見てこれ、開けたらこれなんか透明になってんだよ、これ透明になってる、なんだこれ、ちょっと中見てみようか。あ、すごい、こうなってて、ここにね透明の窓があって、わかる、ほら、ここにあれか、縫い歯とか置けるのか、こうやって縫い歯とかを置いてなんかね自己主張できるんですね。なるほどね。はい、中マチもあります、ほら赤黒、ほんとこれ俺の車みたいだよ、赤黒ね。はい、今ね俺持ってるバッグも赤黒なんで、ほんとこれなんか俺のためにもなん、ほんとあれだな、グッズだな。って見て、そこもこんなんだよ、ほら。これね、この間俺タマちゃん会ったんだけど、タマちゃん会った時もね、皆さんこれめちゃくちゃいいですよってタマちゃんすごい俺に押してたんだけど、確かにタマちゃん押す気持ちもわかるな。このねプリーツもなんか、ね、いい感じ。でも俺男だからな、さすがにこれ使わないな。はい、これはなんか家でなんか使おうと思います。はい、こちら総額3770円になります。いやー、この鬼門のですね、はい、このゼリーのムース2連発やってまいりました。でもこれはね避けて取れない道なんで、ちょっと頑張って、はい、完食したいと思います。はい、このサンドイッチもね、ちょっとスイートハートカフェのサンドイッチ俺相性悪いので、今までずっとパスして避けてきたんですけども、やはりこれは今回はもう、はい、避けて取れませんので、はい、もうこれこちら行きます、もう頑張ります。はい、買ってきました。じゃあ早速食べたいと思います。スイートハートカフェツナとポテトのサンドイッチなんですよね。じゃじゃーん、こちらです。包みがいいね、パッケージがいい、ほらわかる、わかる、めっちゃかわいい。それでこのランチケースは実は他のサンドイッチとかピザでも実はつけれるんだよね。例えばリフレッシュメントコーナーとか、あとヒューディルイのねピザとかでもつけれるんだけど、やっぱりこの包みで食べたいじゃないですか。やっぱこのセットでやっぱスーベニアゲットしないとやっぱりねって感じがするので、おそらくこのサンドイッチもどうなんだってみんなね、食レポを期待してる人も多いと思うので、あえてこれにしました。でもツナもポテトサラダも好きなので、チーズも好きなんで、好きな食材使ってるから美味しいと思うんだけどね。見た目的にも絶対色合いもミニだしね、この赤と黄色と何白を、はい、基調としてるので美味しいと思うんだけどね。はい、美味しいと思いたい、多分美味しい。いただきます。あ、意外と美味しい。まずぶっちゃけひんやり冷えてます。それでこれね、ツナが好きかどうかで変わってくるね。俺ねサブウェイ行ってサンドイッチのね
サンドイッチのサブウェイって俺そんなに行かないんだよ。年に1回か2回あの行くか行かないかなんだけど、めったに行かないサブウェイでも俺は実はツナが好きで、いつもツナにしてるので、そう年に 1,2 回のサブウェイでツナにしてるので、まあサブウェイのツナと大体同じような感じかな、大体あんな感じ。いやまあでもサブウェイのツナにはやっぱりぶっちゃけちょっとやっぱ劣るかな。まあでもこんなもんかな。具はねこのミニイメージしたこの赤ピンクのパン、レタス、このツナポテトサラダ、チーズ、あとはこのクルトンがなぜか入ってますね、アクセントで。はい、こんな感じです。まあどうだろう、ちょっと正直リピートはないかな。まだ半分ぐらいなのにもうリピートはないとかもう結論出してますけども。はい、そしてめちゃめちゃ逆光でめっちゃ俺が今神々しいですね。めっちゃ今俺が輝いてます。これだったら確か数瓶がもらえるのってリフレッシュメントコーナーのホットドッグとキュウリ類のピザとこれ、この3つか。それだったら選べるんだったらやっぱりねヒューディールのピザがいいと思うな。でもピザだとこの包みつかないもんね。これこの包みで食べたいからやっぱこれかな。どうだろう、まあこんなもんかな。でもレタスはパリパリに切れて美味しいね。なのでサラダサンドイッチだね。まあ書いてある通りだ。今ね7割ぐらい終わりました。ツナが終わって、あとレタスとポテトサンドしかもうありません。でこの色、今一体俺は何を食べているのか。ケーキ、いや違うよね、この色。これおそらく食紅とかで色つけてると思うんだよね。ね、体に害はないと思うんだけど、なんかこう毒々しいよね。最後です、なんとか食べました。はい、見てください。そして今からデザート3連発です。なんでこんなことになってるかというと、まずこれスーベニアランチケースを買うための条件としてスペシャルセットを買わねばならないので、はい、こちらなんだろう、グレープのゼリーかな、リンゴの、ゼリーが出てきます。はい、それでこのスーベニアプレートを買うためにベリーのムース、マグカップ、はい、これ買うためにやっぱりこのムースと。いやこれはちょっと試練ですね。頑張ります。はい、まずはこちらのクランベリーバニラムースケーキいきます。本当はねこのグレープゼリーからにしようと思ったんだけど、これ先に食べちゃうとこの後、はい、これ2連発コンボになっちゃうので、1番これ、2番これ、3番これ、この順番でいこうと思います。まず1発目、このプレートについてくる、はい、このムースケーキね、クランベリーとバニラムースのケーキとのことです。いただきます。はい、じゃあ行きますか。まずはね、はい、クランベリーとバニラムースのケーキです。いただきます。こんなんね、すごい、また太陽出てきて逆光でキラキラしてきた。いただきます。うわー、めちゃめちゃベリーですね。俺がいつももうベリー飽きたって言ってるあの味のベリーがこってりとコーティングされてます、そのバニラムースに。おお、つらい、リール助けて。これはねえ、もう俺半分でいいよ。まあいやね、まずくはないんだよ。俺がね飽きてるだけでね、これ普通の人は美味しいと思うし、あとベリー大好きな人だったらもうペロッといけると思う。これリールもペロッといけるし、多分あのキーちゃんも多分ペロッといけると思うな。じゃあこのミニのアイコンのチョコ、これいただきます。おお、甘い。これホットコーヒー欲しいな。今これ追加でホットコーヒーでも買ってこないとこれきついな。めっちゃ甘い。ちょっとこれ一気にいきます。これ
ケーキなんでね、層に分かれてて、でこれ下の方にこれ分かる、これスポンジ見えますね。なるほどね。はい、まずはクランベリーと、バニラムースのケーキ食べました。やったー。食べたご褒美はこのプレートです。かわいい。もちろん陶器ですね。これ普通に使えるね。めちゃくちゃいい。ちゃんとね、東京ディズニーランドってランド1000倍って感じでいいね。裏にもロゴ欲しかったな。まあいいや。あれもこの瓶めっちゃかわいい。デザインいいよね。やったぜ。まずこれね、コーヒー買ってこうかな。寒いしね。ちょっと待ってね。はい、めちゃくちゃ甘いんでたまらずちょっとコーヒー買ってきました。いや寒いしね。寒いのと甘いのでね、両方でちょっともう耐えられなくて速攻買ってきました。ちょっとコーヒーないとダメだ、持たない。今日ね、日向はあったかいんだけど、やっぱちょっとひんやりしてるね。よっしゃ、コーヒーあったらいけそうだな。頑張れそうだ。よし、そしたら次グレープのゼリーいってみようか。これいきます。グレープゼリーね。これは難易度低い、ハードル低いと思うよ。ゼリー出してグレープだからね。ガスッといただきます。あ、これは美味しい。グレープジュースみたいな感じですね。あ、しかもね、ブドウの果肉が入ってる。うん、これはいいね。まるっとブドウが入ってて美味しい。あー、これは心和むね。美味しい。みんなこんなだったらいいのにな。わかる？ブドウがコロンと入ってるんだよ。上のクリームなくてもいいと思うな。はい、今ですね、フォロワーさんいっぱい、ちょっと俺が食レポやってるよって言ったら、フォロワーさんいっぱい今来てくれました。あー、ゼリー美味しい。これはいいね。ゼリーはかなりパクパクいけます。ゼリー完食です。これは余裕だね。さて、最大の難関にして中ボスだね。まあラスボスとは言えないな。はい、ボスキャラです。これは改めてちょっとメニュー見ましょう。はい、こちらですね、ヨーグルトラズベリームースですね。これはラズベリーだな、多分ヨーグルト。ヨーグルトは好きなんで意外と美味しいかもしれないな。これ、まずちょっと上気になるね。一番上は何味だ。あ、なんか甘い感じがするよ。これなんだろう。これ前もこれ食べたぞ、同じようなの。ほとんど同じっぽいぞ。これ上に白いね、ホワイトチョコの菓子が乗ってます。それでじゃあヨーグルトと、はい、ベリーいただきます。ヨーグルトは美味しい。ベリーは相変わらずです。上のこの白いドームは生クリームでした。なんか似たようなのばっかりだね。まあでも仕方ないよな。名前がベリーベリーミニでさ、ミニのイメージカラーが赤と白なんだから、これでベリーを使わないわけないよね。じゃあ何なんだっていうね、確かになっちゃうもんな。はい、もう何度も食べてるおなじみの味なんで、もう言うことなくなってきた。はい、やってもこれ半分ぐらいです。頑張れ俺。はい、上のヨーグルトはね、前も言ったあのヨーグル、あの駄菓子のヨーグルにちょっと味が似てますがすいません、そんなこと言っちゃダメだな。ちびちび食べてると辛いので一気にいきますね。このね、生クリームとヨーグルトムースが混ざるんで、だからあのヨーグルみたいな感じになるんだな。これめっちゃヨーグルだよ、ヨーグル。この駄菓子のあれね、ヨーグルみたい。はい、最後、よっしゃ食べました。はい、3つ、一人で片付けましたよ。倒したぜ、この3兄弟。ムース3兄弟、ベリー3兄弟倒しました。あのビールなしでも一人で食べられました。ひーちゃんなしでも一人で行けました。はい、ベリミニのスーベニア付きのもろもろの、はい、セット、はい、完食しました。いやー、これね、スーベニアランチケースが一番店舗が少ないですね。3店舗でしか買えないんですよ。スイートハートカフェとヒューディールのグッタイムカフェとリフレッシュメントコーナーね、この3つでしか買えないんですね。あとね、他にもね、ポーチとかスナックケースとかあるんですけど、やっぱ今回一番バリューというか価値があると思ったのが、順番つけると、やっぱこのランチケース、それとこのプレート、マグ、この3つなので、はい、この3つがガバッとね、総取りできるので、はい、スイートハートカフェがいいと思います。で、3770円かな。で、まあ、サンドイッチはやっぱちょっと、
冷えててひんやりしてるのでちょっとそこは正直でテンション上がらないんだよね。でもあったかいサンドイッチも変だから、まあこれでいいんだけど、まあでもテンション上がるよね。ムースはね相変わらずでした。ぶっちゃけケープコッドの感じだよね。いわゆるプレートもムースケーキだし、でマグもやっぱりカップのムースなんで、どっちもムースムースってことで、非常にここはケープコッドかみたいな感じでまたはいはいこの組み合わせねって感じでした。まあでもマグとそれからこのプレート、やっぱこの魅力にはやっぱ勝てないよな。はい、コロッと簡単に落ちてしまいました。はい、あとはねスイートハートカフェだとちょうどパレード見えるので、ちょうどタイミング合わせてパレードルートでベリーミニのね、リミックスのミニパレードを見ながら食べれるっていう、そういう利点もあるので、まあそういう点でもまあスイートハートカフェがいいかもしれませんね。ただねスイートハートカフェはちょっと席が少ないので、ちょっと買った後ねどこで食べるねんっていう風に悩むかもしれない。その場合はパレードルートに持っていくか、まあもしくは今はこうねガゼーボなんだけど、ガゼーボまで来るといいかもしれません。ガゼーボはねユーガルビコーンとドリンクしかないので、席めちゃくちゃ空いてます。なのでガゼーボおすすめします。はい、以上ミニのスーベニア付きの3つ一気レビュー紹介でした。じゃあねバイバーイ。